は一人黄昏てたわよね。そうですね。でもちょっといい男って感じ？そうかもしれませんけど。何よシリカ、キリトにはかなわないって言いたいわけ？そんなこと言ってないじゃないですか。もうそう思ってるのはリズさんなんじゃないですか？えそれは俺がどうしたって？なんだよ二人して。俺のよからぬ噂話でもしてたのか？してないわよ。誰がキリトの話なんてするもんですかねえシリカ。はい。ただ変わった姿をした男性アバターがいるなって話してただけなんです。変わった男性？はい。プレイヤーさんっぽかったんですけど、妖精じゃなくてなんかフィールドの上で一人ポツンと立ってて。そうなのよ、話しかけると「ここはどこか?」って聞いてくるんだけど、答えても「そんな場所聞いたことない」って返してきて、町まで案内しましょうかって言っても「もう少し歩き回ってみる」って。ふん、どうやら人探しをしているようだったのですがそれがなんと全身黒ずくめの少年だって言ってたのよ。最初キリトさんかと思って「スプリガンのキリトさんのことじゃないですか?」って聞いたら、その人「僕の探してるキリトは羽は生えてないし妖精じゃないからちょっと違うな」って笑って。そいつ俺と同じ名前のやつを探してたのか？それで「もう少し探してみるから」ってその場で別れちゃったんです。そうか。2人とも場所教えてもらえるか？会ってみるの？思い当たる人でもいるの？いや、ないんだが妙に気になるんだ。じゃあ案内しますね。ああそうそう、その人は「ユージオ」って名乗ってたわ。ユージオ。あら、この辺にいたんだけど。移動しちゃったんですかね。2人はもう少しこの辺を探してみてくれ。俺はあの氷山の反対側に行ってみる。了解よ。はい、友情さんを見つけたらすぐ知らせますね。君がユージを？キリトじゃないか。ようやく見つけたよ。一緒にあの空間に引きずり込まれたから絶対にこの辺にいると思ってたんだ。おい、何を言ってるんだ。何って2人でノーランガルス定立修験学院の中庭で稽古をしていた途中だったろう僕ら。それがこんな世界に飛ばされて全く訳がわからないよね。ってキリト、君のその背中にあるのはさっきの妖精たちと同じ羽なのかい？なあ、俺は影妖精スプリガンだからな。じゃあさっきの妖精2人が言ってたことは冗談じゃなかったんだ。羽。キリト、一体どうしちゃったの？お前は誰か別のキリトと勘違いをしてるんじゃないのか。最初僕もそう思ったよ。あの女の子たちにもそう言ったけど、でも君のその顔は僕の知るキリトそのものだ。キリト、本当に忘れてしまったのかい？僕たちは修剣学院の上級修剣士で、聖号騎士になるため日々鍛錬をしてて。すまないユージよ、俺には何のことだか。そんな。ちなみに記憶を失ったとかじゃないぞ。俺の頭は正常だし、おそらく他人の空になんだと思う。話し方も表情も全部同じなのに。分かったよ。ただ最後に一つだけお願いをしてもいいかな。ああ、なんだ。君自身を信じないわけじゃない。ただ君が記憶を失っている可能性を僕はまだ少しだけ信じたいんだ。だから僕と戦ってほしい。何年もずっと一緒に君と稽古してきたんだ。だからもし君が記憶を失っているなら、僕ともう一度剣を交えることで何かを呼び覚ますかもしれない。分かった、ユージよ。お前がそれで満足するならそれでいいよ。ありがとう、キリト。本気で行くからね。時間流に存在するキリトなのかもしれないな。キリト、何か思い出してくれたかい？残念だが思い出したことは何もない。ただ俺はお前と戦って無性に楽しいって感じてるんだ。キリト、回復するぜ。よっ、バーストストリーム。よっ、無駄だよ。やっぱりキリトはキリトだね。姿がたとえ妖精でも僕も知ってる強い剣士キリトだよ。お前も楽しくなってきたのか、俺と戦って。とんでもない。僕はキリトと戦っていて楽しくないなんてことは一度もなかった。シダーを切り倒した。君から剣術を教わり始めた時からずっと楽しかった。よし、無駄だよ。これで決めてやれ。無駄だよ。これで決めてやれ。見てやれ。よっしゃ、これで決めたらよ。これで決めてやれ。これで決めてやれ。これで決めてやれよ。次リクリックスよっ、これで決めてやれ。ケッアンパーストよっ、ストーリー。そこだ、よっ、これならどうだ。回復するぜ。回復するぜ。よっ、これを決めてやれ。よっ、よっ、アンパーストストーリー。とか勝った。キリト、記憶は？残念だが思い出すことはない。そう。なあユージオ、多分お前が知るキリトと俺は別人なんだと思う。でも俺にもお前が見ず知らずの他人には思えない。きっとこれも何かの運命だと思うんだ。だからお前がお前の知るキリトを見つけるか、元の世界に帰れる方法を見つけるまで俺と一緒に行動しないか？キリト、いいのかい？迷惑じゃないのかな？そんなことはない。それに俺には仲間が結構いるんだ。みんな世話焼きで気のいいやつらさ。後から紹介してやるよ。退屈だってしないはずだぜ。そうじゃなくて、僕は君とは、この世界の君とは何のつながりもない。君が僕と関わる必要はあるよ。俺はどうもお前を嫌いになれそうもない。お前の知るキリトとユージオが親友だったように、俺もお前と友達になりたいんだ。キリト、ありがとう。キリトはやっぱりいつでも優しいね。おいおい、いきなり泣くやつがあるかよ。うん、ごめんね。ごめんキリト。ユージオ、これからよろしくな。うん、こちらこそ。